ではカットについて、はい、順を追いながら、ポイントとなるテクニックなどを盛り込みつつ教えてください。今回はそのボックスっぽい形のちょっとクラシックな形のボブを切って、カットとしてはまずそのサイドのラインから少し前下がり気味に、まあ、顔型に合わせたラインでまずライン設定をして、そこから後ろに切り進んでいくというアプローチの方法で今回は切りました。で、まあ、濡れてる状況できちんとまずフォルムをブラントカットでボックスシルエットのボブに切って、乾かした後に基本的にはそのちょっとくせ毛を生かしたようなスタイルに仕上げたので、癖を生かすような形で量感調整っていうことを間を間引きながら、した感じですね。ボックス、クラシックなボブっていうのをちゃんとしたのはどうしてですか？なんかやっぱこの秋ってビビッドな色のグリーンとかブルーとかみたいなファッションのなんかちょっとこうオーバーボリュームの感じのイメージだったんで、なんかそれには差が出るフォルムのヘアスタイルをコンパクトに、まあ、この髪は動くんだけどコンパクトに仕上げるのがなんか可愛いのかなと思って、その、まあ、コンパクトに仕上げるためにレイヤーとかを入れて丸さを作るっていうよりは四角いフォルムの中にベタバカンの雰囲気が出るような感じにしたくてボックス系に切った感じですかね。スタイリングはもともと本人がちょっと癖毛なので、それをうまくハンドブローで活かしながらスクランチドライして癖を自分のそのイメージに近い形にその誘導しながら、まず乾かします。で、乾かした後にちょっとムースとワックス混ぜたものを全体に揉み込んで、外羽とまあ言ったら内巻きのミックスカールみたいなのをちょっと今っぽく仕上がるような形のフォルムに仕上げた感じですね。巻かずにその癖を、そうですね、巻いてません、巻かずに、癖を生かして癖のその流れだけ自分のハンドブローで誘導したっていう仕上げ、毛先を動かし方、そうです、動かし方を手で作ったって感じなんで。ボックスっていうのムースはそれぞれどんなタイプの？ムースはソフトムース、ワックスはクリーム状のクリームで、ムースを混ぜたのはちょっとやっぱり水気があった方が髪がその癖がちょっといい質感に仕上がりやすいんで、ちょっと水気が欲しかったのと、ただムースだけだとライトな感じに仕上がるんで、こうヌメッとした重さを作るためにそこにちょっとクリーム系のワックスを混ぜて全体に揉み込みながらその癖の塩梅を調整したって感じですかね。とは事前にカラーリングしていただいたのでその内容を教えてください。グラデーション状になるように、染めて、で切った時にちょうど毛先にこうなんかバレリアージュ的な感じでそのグラデーションカラーが残ればいいなと思って想像しながら、だいたい根元から7トーンぐらいから毛先が11トーンぐらいまでのグラデーションでベージュ系の色で染めて、でちょうど切って本当毛先がところどころその透明感が出てくるみたいな、こう動くとみたいな感じになってちょうど良かったかなっていう感じですね。最近のサロンのカラーの主流としてあんまりその根元からしっかりその同じ色で毛先まで染めるっていうよりは結構ぼかしながら根元から毛先まで伸びてきても目立たないし立体感も出るし透明感も出るみたいな感じで、まあ、することが多いのでそれを今回も使ったって感じですね。まあそうですね、くっきり出ると行かなきゃって感じなんですけど、根元暗めで毛先明るめにしてるとしょっちゅうなんか色がくっきり分かれていかなきゃいけないっていう感じにはなりづらいんですよね。お客様の仕事によってグラデーションのその幅、今日だったらまあ7から11ぐらいの幅じゃないですか。でもそれが例えば7から9の幅とかにすることによって、例えば普通に会社勤めの方でも結構ナチュラルなグラデーションになるようにっていう感じですよね。あとやっぱり今
そのすごいなんとなくちょっとブリーチが落ち着いてきてるんで世の中的に、なのでブリーチをして明るくして透明感出しましょうみたいな、トーン明るくしてっていう感じじゃなくなってきてるんで、お客さんの気分的にも。なのでその普通のカラーリングで出ないでかつ透明感を出せるようにするために、やっぱそのあえてグラデーションで毛先は明るいけど根元はそんなに明るくないっていうようなその見せ方で、先の明るさで透明感を見せるけど切っちゃえばすぐなくなっちゃうみたいな、そういうスタイルチェンジとかイメージチェンジも簡単にできるようにしながら透明感を出すみたいなのが、なんかこれからはいいのかなと思って。であとやっぱりまあムードがちょっと下がってきてるとはいえ、ブリーチをしてた人はいるんで、だそれをうまく生かすっていう意味でもこの秋冬はなんかそういうのがいいのかなみたいな。ありがとうございます。